私カジちゃんいろいろありまして、あの人気番組カモン TV に出演いたします。さあ始まりました、南小国町の魅力ある人や物、観光スポット、美味しいグルメをご紹介するカジマックスの南山よかばい。冒頭でもお伝えしましたが、私大人気番組くまモン TV に出演いたします。イエーイ、やってた。今からですね、そのくまモンと撮影隊の皆さんが南小国町にいらっしゃるということです。で、今回ですね、くまモンが何をするかと言いますと、南小国町では6箇所ドローンを飛ばせる場所があります。で、今回その中の1箇所でくまモンがドローンを飛ばす体験をするというものを行います。で、私はですね、そのくまモンにドローンの飛ばし方を教えるという役割になっております。あ、じゃあマックスは？あ、マックスですか。いや、今回オファーいただいたの私だけなんで、まあ、マックスはぽいっていう感じですね。今日一人で頑張ります。あと、なんかいつもと衣装が違うけど。あ、気づきました。今回はですね、南小国町観光協会の梶原真由という形で出演いたしますので、南予化番外編でお送りします。よろしくお願いします。すごい。めっちゃナチュラルに現れるんですね。正直なんか超大スターじゃないですか。熊本だけじゃなくて世界でもめちゃくちゃファンがいるくまモンなんかにちょっと会えると思うと、私なんかでいいのかなっていうところと、いやでもくまモンに会いたいっていう気持ちがちょっとこうなんか入り混じって、初恋の気分みたいですね。すごい。うい。すごい。よろしくくまモン。ありがとう。ありがとう。飛ばしたいね。飛ばしたいね。早くね。今日はドローンに挑戦だっていうので、ちょっと前に出すけど落とさないよ。挑戦だで落下しないように。そうですね、私も実際ドローン飛ばし始めてまだ1年ちょっとぐらいしか経ってないので、ただ分かりやすくくまモンがまたドローン飛ばしたいなって思えるように教えられたらなと思います。できた。イエーイ。オッケーオッケー。いいよいいよ。大丈夫大丈夫。次じゃあクマモン飛ばしてみますか。飛ばしましょう。はーい。いいですね。そうそうそう。おお。そうそうそう、上手上手。こっちの手の上。そう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 。緊張しました。めっちゃ緊張した。めっちゃ可愛い、フレンドリーで、やっぱさすが熊本のシンボルですね。ファンになりました。熊本グッズ買おうと思います。今回の様子はぜひ皆さん、くまモン TV ご覧ください。そしてですね、南小国町こんな感じでドローン飛ばせますんで、ぜひ飛ばしにお越しくださいませ。で、この動画のですね、リンクは概要欄に貼っておきますので、ぜひ皆さんこのページの下の方をご覧ください。よろしくお願いします。